ラオ族は、ラオ語を母語とするもの。講義にはラオス及びタイ東北部に住むタイ族の一派である。ラオスにおいては、約240万人が居住して、過半数を占め、タイにおいてはそれを大きく上回る人口のラオ族が住んでいる。なお、ラオスの国名に反映されている、ラオの子は、他の民族を含む、ラオス国籍保有者という意味でのラオであり、ここでは、 説明を省く。また、タイ側に捕虜として連れて来られた後、タイに居住する様になった、ラーオ族に関してもこちらでは軽く触れることとし、詳細な説明は、イーサーアン人に譲るとする。なお、ラーオとされる民族にわた、北タイに進出したグループもいるが、こちらも、タイユアン族に譲るとする。タイ族の一派であるラーオ族は一節では6世紀頃ろ、チに到達し、 11世紀にパヤオに到達したとされる。この中からパヤを後にし、メコン川東岸に移住したグループがあった。これが現在のラーオ族と呼ばれるものである。ナーオ,オトウ氏にもプーカー王国初期に二人の王子の一方がナーンメコン東岸に移住する話があり、これがラオスの最初の王朝、ラーンサーン王朝になったとしている。その後、ラーオ族は、 クメール王朝を退け王国を成立させた。これが前日のラーンサーン王朝である。このラーンサーン王朝は後に内部争いによって分裂し、周辺諸国の軍事的を受けて衰退した。このような状況から王族の国際地位は低くなった。長く現在のラオス地域に影響力を持ち続け、同じ大族である小大族の治めたアユタヤ王朝、チャクリー王朝の君主は、 ラーオ族を同系民族とみなしていたが、一方で、ラーオ族を田舎の者とみなしており、一種の別詞が生じていた。これは、ラーオ族に正体族と別民族であるという意識、つまり一種のナショナリズムを生じさせた。時代はおり、普通のインドシナ時代には、官僚にベトナム人が採用され、ラーオ語による教育及び出版なども許可されず、 ラオ族の文化は衰退する一方であった。これらの文化的な抑圧もラオ族のナショナリズムの公要を促進した。ラオス政府によるラオス人の定義は以下の通りである。ただし、これは言語などによる分類ではなく極端な言い方をすれば居住地が低いか高いかの問題であり、少数民族と呼ばれる民族などの存在が無視されている分類法である。これは、 ラオス政府が全国民の48%を占める少数民族をラオス人として定義することで同化を促進し少数民族が内乱の原因にならないようにしようとしているからであると言われるラオス国内には240万人のラーオ族が居住しておりこれは国民の52%を占める一方でタイ国内のラーオ族はタイ国民の 約3分の一を占めると言われる。なおこれらのイーサーン人と呼ばれる人々は、タイ東北部の多数派であるが、バンコク等へ出稼ぎに出ることが多いため、国内に点在している。これら、イーサーン人は小隊族への同一化傾向にある。ラーオ族はカンボジアにも一部が居住しているほか、ベトナム戦争やパテートラーオによる内乱で、ベトナムへ逃れたグループが、 約50万人いる。ラオ族は、ラオを母語とする。使用文字は、ラオ文字である。コーラーと大地の外れにあり、北及び東が山に囲まれているため雨が少なく、土壌の水はけが悪く、雨が降ればすぐに氾濫するという地理的状況から、食文化は非常に質素であり、もち米に魚やソムタムというのが伝統的なスタイルである。ラオス国内のラオ族の料理は、 フランス料理の影響もあり、フランスパンなども食べられる。宗教的には神座部仏教であるが、招待族と比べ精霊へ信仰の影響が強い。音楽には独特のモーラムと呼ばれる音楽がある。しかし現在では、バンコクでいいン人によって生産されたものの方が主流である。ありがとうございます。